ークはアミちゃん、デザインはみなこちゃん、お裁縫はまこちゃん、スポンサーはレイちゃん。ウサギは邪魔しただけ。にゃはは、楽しいね。ジャガーマスクってそんなにかっこいいの？何言っちゃってんの、おばちゃんみたいに。レイちゃん新格闘技ルチャシューティングランキング1位、センセーショナルジャガーマスクを知らずにお嫁に行くなんて。知らないの？若い女の子人気があるのか？何言っちゃってんの、おじちゃんみたいに。レイちゃん、今の新格闘技は私たちみたいなキャピキャピな女の子で縁の下で支えてんのよ。君ってモダンと古典が入り組んでるよね。とにかくこうやってみんなでワイワイできるって楽しいよね。子供も楽しめんの？何言っちゃってんの、おばちゃんみたいに。レイちゃん、ビジュアル系格闘技ってわかる？ギブアップ、ノー、ギブアップ、ギブアップ。あら、説明より見ればわかるって。でも小さい子じゃ。そういえばちびるちゃんは？マモルさんも。何やってんの？私が待ってるからみんな先に行って。そうよ、入り待ちしないとサインもらわない。早く早く。じゃあ先に。うん、私の分もサインね。任せといて。出待ちのミラコ、入り待ちの女神って言われてるんだから。早く来いよ。え、こうやってみんなと一緒に騒げるなんて、ふさぎ幸せ。そうだな、マモちゃん。こうしてみんなが幸せで普通にいられる、そんな日が永遠に続けばいいな。マモちゃ ん、 ん、私たち二人の恋も永遠だよね。うん。どこが好き？え、ねえ、私のどこが好きなの？メール送るのは私が先でしょ、ごめんを言うのも私が先でしょ、好きって言うのも私が先でしょ。でも電話を切るのはマモちゃんが先。分かってた？電話なんて、恋はテレパシーだって分かってたか？まつげを濡らしてね、素直に帰れない。化粧も下手だけどそれが大好きと感じてた。あなたのその瞳、あなたの腕の中、少し甘えてウィーケン、ねえキスぐらいいいでしょ。もう春もそこに来てるし、例えば頬でもいい。行こう。行きません、早くキスして。楽しそうだね。どうしたの、膨れて。だってちょっとこれ大きいな。チビウサもすぐ大きくなるから。ほんと？そしたらママちゃんとデートできる？3人一緒。ケーキの夜な雲、食べれば冷えちゃうよ。本当に欲しいもの、それをひそやかに願いましょう。ああ、ずっと三人一緒で、願いは愛を運ぶ。歌を家族で。さあ早く行こう。ちびさん、テレパシーで恋ができるか？なあ、逃がすな。ああ、キスぐらいあなたが先にして。平和だな。平和ボケだ。
マニ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 用意は万全だろうな。我らの戦略おっしゃるままに。どうぞご心配なく。この宇宙を征服するダークシウス星団、セーラー戦士見つけ出し、セーラー戦士滅ぼす役目。マニ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 我がダークシリウスの野望を今こそ果たす。お心のままに。我らの罠にそろそろ奴らが。それは楽しみだ。やっつけるにはあいつを。この宇宙を守るという奴ら戦士の弱点、セーラームーン探し出して、セーラー戦士滅ぼす時だ。人は誰も夢を、夢は宇宙の覇者。あなた様が怒るとき、銀河一闇の戦士となる。我らが願うものは、願うものは闇になくてこの星にある。シルバークリスタル、夢に見たシルバークリスタル、光の戦士だけのもの。シルバークリスタルを奪い、今こそ解放する。闇夜に輝く我らシリウス、ダークに宇宙一未来のチャン、それが私か。リングに集まるセーラー戦士、マニ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 、真の正義ならばこそ、人が泣けば奴らは来たる。この国を愛せらぬ、滅ぼすためには、これにさせろ、これにさせろ、この国にさせる。はじめに最強の男を。マニ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 、エキサイトシリウス。シューティング世界一決定戦を行います。さあ、待ちに待ったルチャシューティングワールドチャンピオン大会レスリングナイトフォーソルジャー、最高の名誉をつかむのはどっちだ。実況は私、過激なファイトの請求マン黒月光がお送りいたします。黒月さん、ありがとう。赤子インターコンチネンタルチャンピオン、センセーショナルザ・ジャガーマスーク、ジャガー。皆さん、こんにちは。こんにちは。ブラックスコーピオン協力か、本日のタイトルマッチ勝つのは私だ。ファンの皆さん、証明しましょう。真のチャンピオンは
ジャガーマスクということを、いくぞ、ワン、ツー、ジャガー、イエーイ、のび太郎レフリー、ありがとうございます。私が大木のび太郎レフリーです。青子パシフィックナショナルチャンピオン、ブラックシリウス・スコーピオン。おっと、聞こえてきたこの曲は史上最強最悪の戦士のテーマだ。分かる人は分かってる。現れた史上最強のヒール、そして寄り添うのは史上最低の女性マネージャー、デビルミキ。うわうわ、音楽いや、史上最悪のコンビが復活しました。強そうだね。かっこだけよ、かっこだけ。ジャガーマスク大丈夫？ジャガーがサソリに負けるわけないでしょ。美奈子ちゃんなんか格闘技わかんないのよ。あたしコンビじゃできたくなかったな。関係ないでしょ。今さら何よ。だってブリブリがいい。ぶったまず。静かに見なさい。プロレスは冷静に見るものだ。そうなの？真剣に見るものよ。さあ、プロレスファンが待ちに待ったエクセレントスーパーマッチ、本日の試合の解説は長年デビルミキのライバルだったホワイトクローアドちゃんバタイジングさんをお招きしております。こんにちは。さあ、この試合どのように展開されると思われますか？あ、グージョーターですね。ドラゴンなるぞ、こらなってみろよ。うわもうかわいそうね。前世の記憶か未来への予感かということです。ファイト。さあ、運命のゴングが鳴った。まずは流れるようにバックの取り合いから始まった。先にバックを取ったのはジャガーです。逃れましたスコーピオン。軌道を逃れた隕石のように突然現れ、全米の格闘技界を制圧したディープインパクト、ブラックスコーピオン。片や人気アニメにもなったスーパーパンクラッション、四次元立体殺法、センセーショナルザ・ジャガーマスク。さあ、このサンシャイン劇場内特設リングね、はい、盛り上がっていきたいと思います。そちらのお客さん方もどんどん盛り上がってくださいね。やっぱね、活力になりますんでね。そうですよね。フェイスクラッシャー、フェイスクラッシャー、顔が潰れるという意味ですよね。もう鼻とかペチャー。うわ、ジャンピングボディープレス、ね、ワン、ツー、遅い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 、はい、ツーカウン、ツーカウン。これはネジ巻き人形のようでしたね。やじられて泣いておりますが、あ、おっと、ブレーンバスター、ブレーンバスター。これは往年のホワイトクローさんの得意技。はい、よく仕掛けてましたよ。そうですね、これ脳がクラクラくるそうですね。だからデビルミキのね、ジョニアなんですね。ジャガー、ジャガー消えました。また飛ぶんじゃないですかね。クロスチョップで決まりました。さすが良い子の味方、ジャガー、フランケンシュタイナー。スコーピオンも最近ちょっと見ないうちにね、筋肉つけてきたと思いましたけど ね、はい、山ごもりしてたっていう。そうなんですか、はい、あ、今の技は何でしょう。いや、今のピー叩きですね。ピー叩きですか、はい、レフリー、これは反則じゃないんですか。マスクで今日切れました今。入ってない、入ってない、ちょっと開けマスク一発でジャガーがやられてしまった。マスクはしてます。マスクはしてます。あの銀河にきらめくオリオンの三つ星、その位置がギザの三大ピラミッドに重なるとき、シリウスがこの地上を滅ぼすという、まさしくシリウスミステリー。
それを自らほどいて何をしようというのか、スコーピオン。死んでも私は実況いたします。逃げてんじゃねえよ、お前来い。何だそれ。ジャガーを捕らえております。おっと出るか、スコーピオンデスロック、帰るか、帰るか。よいからね、ジャガー。ここで屈してしまうのか。頑張れジャガー。ロープです。ロープがいけません。デビルに手を踏みましたね。ジャガー青いマットに沈んでしまうのか。反撃に出ました。おっとまたいけません。足を引っかけました。なんという悪行三昧。おっとマスクマンの命、マスクに手がかかった。そこまでやるのかスコーピオン。あんたは悪人だ。おっと離してしまった。そして簡単に持ち上げてネックハンギング。まるで人形のようだ。ジャガー、お前はここでジ・エンド。他にある。Serious mystery。 あいつら悪人じゃん。世界は開き、楽いな。じゃ
責任者だ。あなたはアナウンサーでしょ。兼プロモーターだ。プラモデル。お前わざと言ってんだろ。本当にわかんない。お祭りの責任者みたいなもんよ。まあそんなもんだな。ハッピー着て、ハッピー、ハッピーを着なきゃわからないでしょ。ハッピー。お前本当にバカだろ。ふっふっふっ、わっせい、わっせい、わっせい。責任者ならこの騒ぎどうするつもりなの。お前本当に頭いいのか。ドキ。どうすんのよジャガーは。お前さっきからずっとでかい声出せばいいと思ってんだろ。なんかあるでしょ。なんかジャガーはどうなんのよ。泣けば済むか。どうなんの。怒れば済むか。あなた責任者でしょ。自治会のおばちゃんみたい。ちょっとだから何のために君たちはここに来てるの。応援。応援だけで済むか。どういうこと。人が困ったら、あ、こう君たち特有のこれあるでしょ。人が困ったら。そう、人が困ったら。そう。すっごい静電気だよねこれね。降りてみ。おお、上がってみ。あ、すぐにはなんなかったわ。だからね、ちょっといい、人が困った時にこうあんでしょう、アクアビューティーショップ。こうお水のきれいなものが売ってんのかな。初めて聞いた。ちょっとちょっと、いいか、シュリンプもたくさんだ。シュリンプはエビだぞ。まだ入る、まだ入るみたい。いいから、ま、いこれならいいだろう。これいくぞ。ランニングガンダーラ。ガンダーラに向かって走ってるのかな。もうわかんないかな。もうだからもうシャキーンってあんでしょうよ。シャキーンって、ジャッキーン。もうだからもう、あのね、すっごいたくさんの人が困ってるわけよ。こうもうダンダンダンキャーってぐる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 ダーンって、もうだからもう地球が破滅するみたいなの。霊柩車呼ぶ。違うって感じ。ピーポーピーポーピーポー。マモちゃん一人じゃね。おまわりさん。ダメみたい。カンヌシさん、くるくるパー。やっぱ自衛隊かな。えん、お前たち本当それでセーラー戦士かよ。セーラー戦士。正体現したわね。おい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 。バカなフリすんのも大変なのよ。嘘だー。地球人のなり損ないはダメだな。私たちの実況でもしてなさい。やっぱりグルだったのね。さっさと編集しないからいけないのよ。銀髄賞もらおうか。ふざけるな。早く変身すればよいものを。誰なの。ダークニビル様。ダークシリウス軍団総帥だ。ダークシリウス軍団。チョップ、キック、パンチ、逃げろ。さあ、6000年前ギザの大地に埋めた超古代文明の英知銀髄賞、返してもらおうか。銀髄賞はあなたのものだっていうの。6000年前、天空に輝くオリオンの三つ星と地上に光るギザの三大ピラミッドが重なった時、我らダークシリウスから地球に舞い降りたシルバークリスタル、それこそがお前の持つ銀髄賞。ダークニビル様こそが正当な持ち主。さあ、元の所有者にご返還願おう。じゃあ 15% は拾い主のものね。成功。嘘だよ、キャンピー。銀髄賞は昔の落とし物なんかじゃないよ。拾ったものを返さないのは泥棒だ。私エジプトなんか行ってない。
銀髄賞返してもらおうか。誰だ。ダクシーダ仮面様。白いマットのジャングルに血を呼ぶ罠が待っている。どっかで聞いたな。熱き血潮の格闘ロマン、それを踏みにじるどころか、清き乙女を窃盗呼ばわり、このタキシード仮面が許さん。愛に迷うか熱いこの胸、Struggle with temptation。 時は偶然の愛を運ぶか、射抜くこの手は、 Struggle with temptation。 ありったけの時代を君が持てたら、したか。華麗なプロレスを期待して集まったのに、ガチンコファイターをよくも邪魔してくれたわね。神聖なリングを怪我作刀はこのセーラーメンが月に代わってアシャキア。この光で目を覚ましなさい。メンヒーリングエスカレーション。どうして。そんなか弱い光でダークシリウス星団が浄化できるか。こちらから行くぞ。みんな、バンバン狙うフェイス、ザフェイス譲れない素肌抱きしめて、誓いの銀河。星が結ばれる日、 Grand Justice Sailor Moon。 きっと話す、きっといける、宇宙の果てまで、ジーニアスアベHa
んな約束じゃ。こいつはもう我らの軍団に入った。私はダークドゴン。目を覚ませ。タキシード仮面様。さあどうする。銀髄章返還する気になったら我らの星に来い。ダークシリウスにな。それまでこいつは預かっておく。待て。スマイルレディ助けて助けてプリンド。二人は未来のクリスタルパレスに逃れました。奴らが後を追って未来に向かうぞ。絶対二人は渡さない。
未来などに逃げ込んでも我らからは逃れられない。逃げた？違うな、待ってたんだ。行きますよ。こしゃくな。シルバークリスタルはダークシリウスに輝く太陽となる。その時我らは全宇宙の覇者となるのだ。取ったぞ、セーラー戦士のスターシールド。こいつらが欲しければ我らの星ダークシリウスに来い。みんな！ウラニス、プレート、みんなが大丈夫。ウラヌスたちが向かったわ。時空の鍵の軌跡を得ば奴らの星に。さあ行くぞ。なぜ、なぜいつも戦わなきゃいけないの。せっかくやっとみんなと一緒にいられたのに。セーラームーン、銀髄章がダークシリウスの太陽になるならそれでもいい。ムーン、それでみんなが取り戻せるなら。チリムーン。うん。何言ってんだ二人とも。プルートは私の一番大切な友達なのに、いつも危険な目に遭わせてばかり。それは、それは私が弱いから。何を。お願い、
チビムーンと二人だけで行かせて。よせ！あなたは？気づいたらここにいた。お前は敵なのか？違うなら教えて、あいつらの正体。よくわからない。子供の時からだ。耳鳴りがしてパルスが聞こえてくる。怖いような、懐かしいような、そのパルスが言う。破壊しろ、破壊しろ。地球は病んでる。人間を、人類を破壊しろ。倉月さん、それがつい2年くらい前からだ。違うパルスが聞こえてきた。暗い闇の彼方からの声。我らは輝く光をなくした。地球が奪ったのだ。我らの太陽を奪い返す。人類は光を使い果たして滅びる。光の子らよ、我らを呼べ。お前のテレパスの能力でオリオンの彼方シリウスに光をかざせ。昼なお暗きシリウス。そして奴らは来た。太陽を求めに。それが金髄章。私はダメだ。懐かしいパルスが言ってる。教えてくれ。私の能力は何だ。パルスは私に何を求める。本当に人類は破滅するのか。わからない。でもきっとあなたは。黒月、最後の役目だ。全員暗黒空間に注意。ここはどこなの？チビムーン、サタン、ダクシーの仮面様！みんな！あなたを愛しきるため生まれた。あなたの中で私
中に。いやー、時の傍らに佇み、果てしなく孤独な我が定め、あなたに会えて今も愛が分かって、この宇宙が消えても愛は永遠だと。だって私たちの集まるべき場所は決まっている。ウラヌス、我がマグタリスマン、何時の御力を示したまえ、我を保護せよ。スペースターープルート、戻るぞ。時空の扉、天空を裂き我に開き放て。時の神クロノスよ、光の道を我らに。セラム、戻ったの？ウラヌス、タリスマンの力ではここまでだ。マーキュリーたちは？プルート、このパルス、子供の時の。なぜだ、なぜ我々がお前に呼ばれる？決戦場はここか。ジャガー、裏切り者め。裏切る？銀髄章を奪って人類を破滅から救うと言ったのは誰だ？それは本当のことよ。だが今じゃない、9世紀後の話。9世紀後？30世紀。もうお前の超能力は必要ない。消えてもらおう。何がおかしい？貴様たち、この俺が怖いか？モノクロームの道で少年は儚い手をしておりました。行き交う幸せの人たちが夜風にその手では寒かろうと、暖かい大きな大きな白い毛のついた大きな手袋をくれました。私たちは手を握り合っていれば寒くはないから、幸せの人は言いました。どこまでも続くモノクロームの道で少年はずっと幸せな人たちを見つめていました。その素敵で勝手な人たちを、少年は決してもらった手袋をしてはいませんでした。少年はつぶやきます。僕ができる一番の復讐は幸せな人たちを許してあげることだと。あなたはダークシリウス、黒い星の響きに共鳴したのかもな。人生なんて先が見えない方がいいに決まってる。いいか、太陽なんてどこにでもある。輝きは彼方にあるもんじゃない、自分のそばにあるもんだ。それはあなたが教えてくれた。セラムデマント、戦え光の戦士。爪痕だらけのこの地上を、I
こいつの頭脳に未来から語りかけているんだが難しいな。この人は何代も前の私、光の量だけ闇はあるということさ。未来なんて知らない方がいいに決まってるな。デマンド、セーラームーン、君の最大の才能は放っておけないことだ。もしあなたが嘘をつくなら、この宇宙の空にさえ負けない嘘をつけ。全て私が引き受けてやる。ヴィーナス、私たちは何度でも出会える。心の中にこの小さな愛の星がある限り。青い月受けながらあなたへと歌うの、星たちがくれた覚えたてのメロディー。恋人たちにただ一つ許された秘密の言葉、ささやいた唇はときめいて光る愛の宝石。オーバーガル
も強さも安らぎも情熱も全て君の中にある。でも私が倒れそうになったら抱き止めて。セーラー戦士がもっとよく知り合うためには時間が少なすぎる。過去と現在と未来を語り尽くすには1億年はかかるわね。みんなずっと一緒だよ。何？セーラームーン、まだダークシリウスは浄化されていません。消えたのは私を取り巻く衛星たち。ダークイール、お前一人で何ができる。宇宙を埋め尽くす闇は無限だ。セーラー戦士よ、お前たちの光すべて奪ってやる。みんながいる限り光や闇に勝つ。行くよ。
闇の中に小さな光が生まれた。星になるのかならないのか、それさえわからない小さな光。私たちはみんなその小さな光を持っている。ダークシリウス、それを感じればあなただって輝く星になるよ。今一つ戦いが終わり、ひとときの安らぎの中で流し合ったキララの涙、伝説へ静かに変わるでしょう。Bye.
時は終わりを告げはしない。夜の吐息に耳を澄ませば星が生まれる意志を聞く。過ちは愛を止める、真実は心を ございました。スタッフ、キャスト、関係者一同になり代わりまして厚く御礼申し上げます。美少女戦士セーラームーンを応援していただきありがとうございます。私たちをはじめ関係者一同皆様には深く感謝しております。ミュージカルセーラームーンが10周年という素敵な長い年月を迎えられるのも、伝説を築いてくださった歴代の出演者の方々、陰から支えてくださったスタッフの方々、そして今まで温かく応援してくださったファンの方々のおかげです。そのみんなの熱い思いや情熱をいつまでもいつまでも忘れずに、ずっとずっと続くように僕たちは頑張っていきます。これからもずっとセーラームーンミュージカルを応援してください。
初代セーラームをやらせていただきました、アンザこと大山アンザです。10周年本当におめでとうございます。10年、私がやってたのは5年なんですけど、ここまでね本当に続いたのも皆さん、これを見てる皆さんのおかげだと思います。自分がねセーラームーンをやってた時にすごい辛いことがやっぱりあるんですけど、あったんですけど、皆さんのお手紙とかそういうものが私の心を5年間続けさせるあれになったんで、本当に今のねセーラームーンの子たちも頑張ってますので、皆さん本当温かい応援をよろしくお願いします。2代目セーラームーンの原文奈です。10周年おめでとうございます。ね、10周年って本当すごいなと思って、まあ、皆さんのね愛がこの10年間こう支えてきたと思うので、これから先もね20年30年って続いていけばいいななんて思うんですけども、本当にすごくいいセーラームーンという作品に出させていただきまして、すごく嬉しいです。これから先も私もセーラームーンを応援し続けたいと思います。皆さんも、どんどんセーラームーンを応援し続けて、すごいもっと歴史のあるものにしていきましょう。どうもありがとうございます。皆さんこんにちは、3代目セーラームーンでした神戸美雪です。今回10周年迎えたということで、とってもおめでとうございます。ですね、私が、この10周年の中で1年半素敵なドラクルシリーズをオリジナル作品でできたということはすごく誇りに思っていることで、とっても素敵なものを学んで、素敵なものを身に、こう身につけてですね、とっても一番この私の人生の中で素敵な思い出になったなとしみじみ感じている今日この頃です。そんなセーラームーンシリーズがですね10周年、これはすごいことです。これを機にもっともっとセーラームーン、パワーアップしまして、もっともっと20年30年いったらいいなと思っておりますので、皆さん一緒にセーラームーンを応援していきましょう。4代目セーラームーン役の黒木まりなです。 DVD を買っていただき本当にありがとうございます。10周年記念イベントに出れて本当に幸せに思っています。初代のアンザさん、2代目の原文奈さん、そして3代目の神戸美雪さん、そして、先輩の方々に引き続いて4代目セーラームーン黒木まりな頑張っていきますので、皆さんずっと応援してください。よろしくお願いします。ただいまよりミュージカル美少女戦士セーラームーンテンスアニバーサリーフェスティバル第2部の始まりです。皆さんこんにちは。ここからはビデオ進行役として、私セーラームーン役の黒木まりなが皆さんに東京公演5日分のダイジェストをご紹介しちゃいますね。ではまず最初に雪村さんの素敵な司会プレを見ていきましょう。ではどうぞ。タキシーバーサースユーということでね、はい、こんにちは、浦井健二です。はい、はい、もうすっかりですね、私そのブーイングの画界快感になってきました。はい、これ千秋楽まで続けていきたいと思います。皆様、本日はミュージカル美少女戦士セーラームーンテンスアニバーサリーフェスティバルにお越しいただきまして本当にありがとうございます。私第2部メモリアルトーク&ライブショーの司会進行を務めさせていただきます、ユッキーこと雪村よしやです。はい、どうもマンドレアンちゃんですよ、覚えてますか。はい、今日はねいつもとちょっと客席の雰囲気違います。そうなんですね、今日はビデオ撮影の日なんですね。私舞台に一人で立ってることめったにないんでですね、こういう時に映っておきましょう。イエーイ。はい
ここカットしないでくださいね。お願いします。大丈夫ですよ。はい、さて1993年夏の公演より始まりましたミュージカルセーラームーン、今年の夏でなんと10周年を迎えることになりました。初演のですね、どうしたんですか皆さん、何やってんの、やりたかったの、10周年を迎えることになりました。一番パーフェクト、今日が最高。では最初に東京公演初日のゲストの方々を紹介しますね。まずは3代目セーラームーン役神戸美雪さん、続いて7代目セーラージュピター役栗山恵美さん、そして5代目セーラーサタン役富岡マリオさん、さらにセーラーアスパルト役細田彩さん、最後はリリース・オブ・ダークネスを演じた松岡美希さん。ですね、やっぱりあのオーディションを、このセーラームーン舞台受けてですね、自分がすごい憧れてたセーラームーンの舞台ということで、絶対やりたいと思ってたんですよ。それで頑張って歌と踊りともう演技といろいろやりまして、ちょっとあの演出家さんの、ね、心を射止めてこの場に射止めました。だってセリフの、演技の時のオーディションの時にウサギ役をやって守さん役は、演出家さんだったんですよ。でそこで多分愛のトークをうまくできたから、私は今ここに入れるんだなとゲッチュしちゃったわけですね。そうゲッチュしました。見たこともない世界に嫌な風が吹いてた。若い若いもう本当に神山可愛いね。そうなのよ。でもねこれ静電気がすごいね、バチ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 なって大変だったんですけど、そうエレガードをねつけまくってたのね、静電気防止のやつを。このあとあれですよね、デスマネッチャーズに持ち上げられて、はい、ベッドにね、ベッドにこうまた戻されて、私みゆきとねセーラームーンデビュー一緒の作品なんです。これなんです。そうなんですよ。これで最初、これが最初ですよね。そう、雪村さんもこれも初っ端です。振りをものすごい大きくやるんだって言われて、頑張りすぎて今髪の毛飛んでっちゃったんですけどもう下と上と全部使って踊るんだって言われまして。でも体大きく見えてたよ、みゆき君。本当ですか、うん、いやもう初めてですっごいドキドキした曲ですね。すごいね、この画面からもね緊張感が伝わってきます、はい、緊張してましたもん本当に、はい、はい、懐かしいですね、ファイヤー。あ、飛んでます。飛んで出てきた。しかもセレニティで飛んでます。そうです、憧れのセレニティ役、ね、ここでこの最後の舞台でやらさせていただいてすっごい嬉しかったですね。フライングもセレニティの夢だったんだよね、ミユキさん。そうなんですよ、やりたくてしょうがなくて。夢だね、やっぱりセレニティの格好が。でもね、もうちょっとすっきりした衣装が良かったなと。ここら辺ね、赤ちゃんみたいな。そうそうそう、ね、そう、みんなから赤ちゃん赤ちゃんって言われてさなんじゃそりゃと。でもこれはですね、皆さん、あのフライングの、あの器具をつけるためにここがね、そうスキーしてなかったと。下にね、ハーネスっていうのをつけるんですよ。そうなんです、決して私のボディが自慢できないからだとかそういうことじゃないんですよ。もう勘弁に必死です。そうです、すいません、すいません、はい、はい、まあ、そんな感じでね、分かってるからみんなね。そうですよね、ありがとうございます。ではここからはゲストの方への質問コーナーです。そうですね、やっぱりこう、最初の質問何でしたっけ。なんだっておい、あれ最初の方何でしたっけ。いいところ、いいところ、そういいところです。いいところっていうのはやっぱり酸いも甘いもみんなで乗り越えていくっていうんですか。何酸いも甘いも明らかに間違ってます使い方が。そう、本当ですか。苦しいことも、苦しいことも楽しいことも、仲間たちみんなセーラームーンファミリーのみんなでこう分かち合って一つの素敵なものを作り上げるっていうことがやはり一番の感動なんじゃないでしょうか。お客さんにもスタッフさんにもやってるキャスト側にも全員に愛があることだと思います。素晴らしい、いいこと言うね、大人になったね、みもね。ありがとうございます。はい、じゃあ次もあるよ。はい、やっぱり歌だと思います。
歌、うん、やっぱりセーラームーンの歌を聴けば元気になれるんじゃないでしょうか。いい歌多いからね、はい、本当に。そうですね、私もやっぱり愛だと思うんですけれども、うん、その話を話で、親子愛だったり、いろんな愛、はい、やっぱり人間の弱いところだったり、あとは戦士の友情だったり、なんか仲間の意識みたいなのがやっぱり皆さんにも伝わって、もうなんか ね、おじさんね、そうですか、みんなあの時はまだ子供だったのに、もう本当にね、これが正しいと思うことを、うん、みんなが自分のことを顧みず、うん、命を懸けてそれに立ち向かうというね、姿勢がね、姿勢が素晴らしいですよね。なるほど、それがまたこのいい曲といいセリフにね、うん、たまらない。じゃあみゆきさん、はい、最後に、はい、ドラクル3部作、うん、主演したわけだけど、はい、最後にその感想、お願いします。ドラクルシリーズっていうのは、オリジナル作品ということ で、うん、そうですね、最初とっても不安で、どんなものになるのか、どういうお話がこう進んでいくのかとか全然わからなくて、原作にないですね、はい、すごく不安だったんですけれども、やっぱり皆さんに支えられて、素敵な仲間もできて、スタッフさんたちと頑張って、会場に来てくれた皆さんとすごい感動を分かち合って、すごいいっぱい、私は成長したと思うんですね。それをバネに今もすごくためになったことを生かして頑張っていますので、これからもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、ね、せっかくだからね、みんなね、はい、なんすか、シャキンシャキンってやつちょっと見たいですよね。いいんですか、やっちゃっても、はい、やっちゃってちょうだい。あ、それじゃあいきますよ。愛と正義のセーラー服少女戦士セーラームーン参上。わあ、いいね。ありがとうございました。いや、でもね、本当、みゆき、忙しいところありがとうございました。いやいや、こちらこそどうもありがとうございました。はい、3代目セーラームーン役、半部みゆきさんでした。うん、もう一度最後に大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。皆さん、マニ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 、どうかなこれ。さっき午前中出たんだけどさ、うん、君はこう綺麗なのつけてたから、焼いたの？うん、あんまりこう普通だったから、ちょっとこれさ、だってもう帰り自宅じゃん。え？ジーンズに T シャツって。いや、そんなことないよ、失礼だな。しかもあの凶器持って。ほら、まだメイクは落ちてないんだからさ。えらい。ちゃんとこの時のために撮っといた。そう。あ、一応ね。はい、浅原龍二さんです。もうきっかけですよ。これ Q なんですよ。はい、あのバカが、あのね、彼ね、ファイヤーのね、うん、最後のチビムーンがジャガマスクありがとうっていうとこありますよね。あそこでこうチャンピオンベルト肩にかけて履けるときに笑いが出るのにすごい悩んでましてね。あそこはあの彼の名誉のために言っときます。あそこは笑うとこじゃありません。この私が真の女神、月の化身。横暴な男の髪に女神の
の誇りを砕かれて天界から追放されし我らの無念忘るる中で無断な現世消滅させるはあなた私に神の力あるというのだ本当の神はあなたスカルテ次に行っちゃいますねこの日のゲストまずは初代セーラームーン役アンザさん続いて初代セーラーマーキュリー役森野彩子さんそして下級王妃吉岡さことさんさらにセーラースターヒーラー役奥山桃子さんあれは斉藤玲さんですね、これはどんな気持ちでやってるんですか？もう玉っころの気持ちで意味が分かんないんだけど私もよく分かる、はい、一見ただの青いボールにしか見えませんがもう必死だったんですよこれ必死だった家のお宝本当鼻がピクピクするようにあやちゃんはねおかげさまでクリスタルボールクリスタルボール真央です真央ちゃんはいブラックレディーわーとかやってた肌身離さずずっと守りましたよ条件中の男に奪われてあんたをずっと探してたよえ？あたいたちも同じ色違いのボールを持ってるんだこれで5人目私たちは運命に引き寄せられた仲間よなんとまか不思議なこのサダメどっかで聞いたねこの話サダメっていいですねはい。噂で聞きましたけど、はい、奥山さんコントが得意だったらしいですねあのスリーライズの3人えそうなんですか、ねえどうでしたっけみんなもう昔のことで忘れてますねやってたんでしょコントやってたんですかねえあそうなんですかやってたみたいですねえ、はい、1人なんか言い出しっぺがいるらしくてはい、いたんですよねなんか間がねすっごい悪いね1人ねスターメイカーって大気候っていうやつがいたんですよあそうそうこうパックリ資産に分けてた人、ね、私じゃんみたいなねえすいませんじゃないもんオールバックだもんやっときましたはいスターメイカー小野光ですどうもイエーイちょっと倉庫から出してきてみたよありがとうあの誰も来てないからさ、ね、こんな細いの誰も来ません先輩に来とこうよありがとうございますはい、はい、じゃあヒーをちょっと待ってすいません小野さん用に高くしてありますすいませんごめんなさいごめんなさいね自分であげちゃいましょうはいスターメーカーなどこなした役は数知れず小野光さん難しいですねこぼれ落ちそうなほどに熟してる心をお互い隠してるのはどこいらでやめよう好きかと一言かっこいい漏れちゃいそうですかっこいいな夜明けが扉開いて開いちゃってもう海風を招マネクーなんてちょっとウィンクなんてしちゃったねかっこ悪っ闇しくねぐらせば一番かっこつけてたよね目の閉じ方がいいだねそう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 でもねこれで女の子は騙されないから、ね、私も騙されたんですよ私も、はい、見逃さない諦めない夢に届くまではの時代昨日じゃない明日じゃない今この瞬間さ Yes 悲しみも幸せの一部だからほんとちっちゃいですね私みんなでかすぎますよ
でもね、あの後もね、イベントでこれだけは歌ったことないね。あ、そうだね。そういえばチェイシンしか歌ったことないね。これ気分良さそうに歌ってたね。これ気持ちよかったですね。気持ちよかった。ライブのシーンだったんでね、うん、やってきました、質問コーナー。今回はどんな質問かな。お客さんと、うん、この、まあ、セーラー戦士、うん、そのキャストが一つになれる場所かなって私はずっと思ってたんですけどね、出てる時に。なるほどね、はい、はい、小さなお友達から大きなお友達まで、この舞台を見て、こうなんか夢中になれるっていう、うん、それがすごいかなと。なるほど。そうですね、年齢を問わず楽しめることと、うん、そしてその深さがね、とても私もやらせていただいたときに、うん、意外と宇宙のこととか自然のこととかそういうことを考えさせられたんです。とてもいい作品だと思いました。はい、何回もね、殺されてもですね、うん、生き返るってとこですね、うん、やっぱりさっきもね、笠原さん何回も殺されてましたよね。そうですね、それがやっぱすごいと思います。生き返るっていうのは本当素晴らしいと思いませんか、皆さん。うん、思うんですよ。それもセーラームーンみんなの力でね、うんうんうん、うん、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。はい、やっぱり私が出続けてしまった要因というのは、うん、愛があったというところに尽きると思います。なんか今日は深いねどうしちゃったのとてもあのコントやってた人とは思わない。お日様、あくまでも今は地球を守り、希望の光の力信じて、いや、プリンセス、この星にとどまるよりも一刻も早く金木星を、心は銀河。
聞き入っちゃいました。では29日のゲストを紹介しますね。まずは2代目セーラームーン役原文奈さん、続いて4代目セーラーサタン役三田真央さん、そして6代目セーラービーナス役稲田奈央さん、最後はフィッシュアイを演じた一毛みどりさん。初代の安座さんが5年間されていたということで、すごくプレッシャーを感じていたんですけれども、はい、もう自分なりのフミナムーンをやろうって思って、そうですね、ちょうどオリジナルのかぐや島伝説という話もあったので、もうフミナなりのフミナムーンを演じることができたので、自分なりに思いっきりできたので、すごくもう楽しい思い出ばかりですね、はい、もう涙ころ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 、光です、イエーイ、やっぱ光ですね、これ勝手に出てきました。俺もびっくりしました。全く予定にありませんでした。一曲歌わせてもらおう。歌うのかおい。僕の頭は鳥頭、散歩歩くと忘れて、おしまい。その目で見つめられたら、はい、マモちゃんとデュエットです ね。これまたいい歌なんですよ。いいんですよ、私も、ね、楽屋でいいなって、もうおせんべい食べながら聞いてたんですよ。おせんべい食べながら、みんなでね、聞いてました。すごいなんかうっとりしちゃうの、いま、うん、だにね、イベントとかでも、はい、この曲はデュエットで歌ってます。はい、私も歌いましたよ。そうなんですか、はい、背の高い女の人と歌いましたよ。ものすごい嫌な演出でしたからね、あれ、はい、いやでもこの衣装が似合ってる。ありがとうございます。お、皆さん注目してください。みんな一番感動すごいなんですよ。かっこいい、ね、かっこいい。十二人がね、パーンと割れてエターナルセーラームーンになるんですけど、なんか苦労したね。そう、大変だったんですよ。ずっとね、うまくいかなくて、パーンと弾けるのがどっちかにこう引っかかっちゃったりとか、もう特にこう羽がデコボコ出てたりするんで、結構引っかかりやすかったんですね。で、本番の時ね、いつもドキドキしてたんですけど、もう全部成功。本番は全部成功で、スタッフさん拍手、本当素晴らしい、ありがとうございました。やってきました、質問コーナー。今回はみんなも一緒に考えてみてね。本当全部好きなんですけれども、リンクかな。あ、リンクいいね。うん、あれは本当にね、なんか踊っていても気持ちが良かったし、歌っていても気持ちが良くて、すごい名曲だと思いますね。はい、フミナちゃんと一緒で、リンクもすごいとても気に入っています、はい、でもラッソルジャーもすごい気に入っていて、やっぱ締めじゃないですか。そうだよね、はい、なのですごい気に入っています。セーラーウォーが好きですね。一部でも歌ってましたけどね、はい、もうなんかもう泣きながらもうっていう感じで、もう一生懸命みんな泣いてました。みんな本当にもう本気で泣いてね、はい、頑張って歌っちゃったんですよ、ね、あれでも気持ちがこう入れやすい歌だよね。そう、入りやすい歌なんですよね。アマゾンからサーカス団がやってきた、さっきも流れてたんですけど、はい、それがさっきも言ったんですけども、今でも頭の中に流れるぐらいずっと残っているのと、 あとやっぱりセーラームーンミュージカルといえばラソルジャー、あ、やっぱりね、うん、毎回エンディングに必ず歌うじゃないですか、うん、はい、もう本当感動しちゃいますね、あれは何度聞いても。そうだね、うん、はい、はい、懐かしい。3人揃えばアマゾントリオよ。私初代タイガースアイ。僕北斎。僕フィッシュアイ。んでしたっけ。誰だってやりたくなるじゃない、2人がやったらさ。そうね、なんかほら背格好も見てるしね。自分で攻めない。悲しくなった。あら、偽物なんで。ちょっとね、この時間暇でね、鳥頭ちょっと色違うから。ちょっとね、作り始めたらね、もう
力入っちゃってね、ここまでやっちゃったからさっき出ちゃった。そうびっくりしたよ。ね、突然出ちゃってもう、ね、皆さんすいませんでした。照明さん、音響さん、はい。ていうかこれ地毛だろ。地毛この後どうすんだろうか。まだあんだぞ。内緒内緒。あの決してあのさっきのデマンド様とは同じ人じゃないから。違う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 、あれ違う違う違う、あれ小野光なんです。これ火だから。そう、火、鳥頭光。輝く君の瞳は宝石よりまばゆい、その目で見つめられたら世界中イチコロさ。それって愛してると同じ意味よね。うっとりして予定だったんですけど、はい、あのね、あのまこちゃんに、はい、受かってもらいたいみたいな、なんか言ったよね、すごい怖く、うんうん、審査員のおっちゃんに言って、はいはい、おっちゃんってまあ平光さんなんですけど、はい、まあ、に言ってくれて、はい、受かって、でもあのお掃除担当で、はいはい、まだ修行の身っていうことで、ね、モップを持ってねステージ来るのってね、はい、私ぐらいですよねきっとね、後ろにアトちゃんがいるのかなと思ったら、この時はいなかったみたいですね。いないんですよ、これが最後のシーンですね。これちょっとね、どうしてこんなこと。分かってるはずよ、これが僕たちの戦い方だ。これがさっき言ってた、泣けちゃう、うん、大変だったシーンでしたね。リラの風吹くいざない、最後のね、ほら公演の時、私まちゃん泣いちゃうんじゃないかなと思って、泣いてましたね。そうねってね、それで応援して、そうそう、すごいやっぱりね、一番こう思い込みがあったシーンじゃない、うん、気持ちが、なんか涙で声が詰まっちゃう、ね、そうね。あら、裏切ったな、あんたち関係ない、すいません、憎らしくて。こんなこと嘘に決まってる。ブレスレットをはめた以上、こいつらは私の意のままだ。さあ
セーラームーンを殺せ。ウラノさん、ネプチューン、マリア、ダシードを取られるのは貴様だ。憎らしいね。本当トマミさんまで憎らしかったね。操れない奴がいたとはな。もう最強の悪ですよね。愚か者。こんなやり方があなたたちの戦い方なの？偉そうなこと言って。バカよ、あんたたち。これから誰がセーラームーンを守るのよ。階段で転ぶのも大変だったんですよ。痛いんですよね。当たるところ間違いない。この子には託せるわ。あなたたちの希望の全てを。毎回新しいあざがあって。ウィラです。よくなんか客席からも泣き声とか聞こえるだろうね。懐かしいですね。あっ、びっくりした。あれ、すいません、あれ、びっくりした。ここでなんと2代目ウラノスの高木奈緒さんと6代目レブチューンの浅見優香さん、いやー、現役です。初代と4代目、そして2代目と6代目が共演。なんかやって、私さっきやったじゃないですか。なんか2人でダブルでやってくださいよ。ダブルでなんか、なんとかーとか言って。ねえ、なんか聞いてみたいな。ねえ、聞きたいよね。はい。じゃあ。真ん中でどうぞ。真ん中でとか言って。なんで、はい。さあ、じゃあお願いします。ワールドシェイキング。これはすごいと思うよ。これはすごい、ね。これはすごいと思うよ。ねえ。私も得した。ねえ。ね、得しましたね。私たちもやります。ああ、負けずにやっちゃう。そうですか。センターセンターでセンターで。じゃあ4代目と6代目で、はい。せーの、リーサブマーズ。いやー、本当今日来たお客さんはね。私もやりたかったな。いいよやって。じゃあセーラームーンやっぱり出てこないと。せっかくだからやって。だってマリナちゃん、ま、いないじゃん。マリナちゃんいないじゃん。マリナちゃん今日はいないですね。今日はね。マリナちゃんの。マリナちゃん来ないかな。マリナちゃん来ないかな。初代セーラームーンが言ってるよ。聞いて、マリナ聞いて。何をやればいいんだろう。マリナマリナ。皆さん、この時はありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっと、ね、今ちょっとね、やりましょう。はい、じゃあ声だけでですか。ダメですよ。いや、私ちょっと分かんないですけど。ヒーリングエンカレーション。音が入りました、ね。マルナちゃんどうですか、先代と一緒に。すごい嬉しいです、ね、かわいい。急に出るときは注意をしましょう。質問コーナーです。何気に失敗してるんですけど、はい、あんまり多分バレてない失敗が多いと思うんですけど、なんだろうな、あ、ブルマを履き忘れたことかな。でもそれはね、前に行かなかったからバレなかったんですよ。危なかった、危なかった。この悪役的な笑いは何でしょう。例えばチョーカーですとかイヤリングですとかを毎回何か一つ忘れていってまして、そういうことがよくあったぐらいで、あまり多分ミスはないと思うんですけど、自分で気づいてないだけかもしれません。気づいてないだけ、気づいてないだけだね。すみません。ウラネプがなんか来て、その挑戦受けたとか言って、かっこよくたたって階段を登るときにパスって一段踏み外した。思い出して、あとか思い出した、思い出した。パチンってやって、うん、いやまた顔を作り直したのがあったかな。それが階段駆け上がり、駆け下りっていうのがやっぱすごい怖かったですね。あ、なるほど、なるほど。どうしましょう、何かな。北海道といえばなんかね、北海道といえばちょっと恥ずかしいとか、なんか思ったことがあったとかってありますね、はい、たくさんあるんですけれど、はい、その中の一つで、戦闘服にこうリボンがついてますよね、うん、それの真ん中にちょっとこう、皆さんちゃんと見たことあるかな、こうなんていうんだろう、ブローチみたいなのついてるんですけど、はいはい、後ろからこう自分の登場で出るときに、うん、こうちっちゃくなって構えてたんですよ。出待ちしてて、うん、いきなり出てた時にそのスカートがそこのブローチに引っかかってしまって、
スカートこうピローンってこうここにくっついたまま、あらら、ってこう、あ、かっこいいポーズで、私それ出てって後ろを見て笑ってて、そう、それでもうそのままステージ上からそのあ台の上から下に降りてきた時にみんなの顔がこう目くばせしてるんですよ、なんかこうやって全然気づかずにそのまま歌歌ってましたね。かっこいい登場シーンでね。そう。決めるところで。その時ブルマは履いてたんですか？多分履いてましたね。ねえ、まさかそのシーン見たという人はいませんでしょうね。あ、よかった。あ、言わなきゃよかった。ねえ。未来銀河よ、我にひざまずけ。あなたが起きては常に破壊が持ちれすねり Crash, crash, crash in the morning Crash, crash, crash in the morning Crash, crash, crash in the morning Crash, crash, crash のゲストの方は南登場していただきました安田さん、そして2度目の登場森野彩子さん、続いて2代目セーラーマーズ役岩名美沙子さん、役者だけでなく振り付けでも活躍中の遠藤アドさん、最後はデスバルカン役井上和馬さん。あれ出てきましたね、現役、現役出てきましたね、5代目マーキュリーの川辺千恵子ちゃん、そして6代目マーズの吉田めぐみちゃん、そして4代目のマリナムーンです。いやこれせっかくだからあのシックスショットみたいなの見てみたいですよね。そうですね、何ですかそれは。いやシックスショット6人ちょっと並んでいただいて、はい、せっかくですから竹澤さん、そんな年をねちょっと恥ずかしい、並ばせてね何をしたいわけ。いやさっき並びたいってアンナさんじゃなかったでしたっけ。あ、違いましたっけ。ごめんなさい、私がやったんですけど、はい、そもそもの話昨日ね、はい、はい、はい、いやちょっと やっちゃいます、やっちゃいましょうか。じゃあ大きな拍手で、私たちは私たちは、あれであれで、はい、じゃああれでいきます。はい、じゃあお願いします。はい、せーの、社員役はイリュージョン。いやもう涙ものですね本当に。じゃあ私たちもやりますか。ガーデニング、ガーデニング、ガーデニングじゃないよ。あ、そうでした。じゃあちょっと股を開いて。股を開いて。おばさんなんだからいて、ダメだ、そんなことしちゃう、あんたも、あったくもう。じゃあ行きますか、せーの、バーニングマンダラ。ありがとうございます。はい、じゃあのせっかくですから遠藤アドさん、はい、ね、なんとアドさんはね650回中565回もね出ていただいて、まあ皆さんとね共演をされたということで、それぞれのまああのね、はい、セーラームーン、マーキュリーマーズどんな感じだったかなみたいなのを。ですね、はい、あそこのチームちょっと怪しいんですよ。そのチームですね、かなり嘘つきチームなんで、普通です、張るんですよ、歴代の中でこの二人おかしいです。おかしい。でもね、アドちゃん分かる、なんか分かるでしょ、似てるのはそっくりだよ、審査とかすごい似てるよ ね、 あのマーキュリーっていう可愛い役はね、多分おかしくないとできないんだと思う。おかしくないです。じゃあちょっとぶりっ子対決して、ぶりっ子対決やってやって。ぶりっ子じゃないよ。なんだ、じゃあ何、あの清潔ぶりっ子。清潔ぶりっ子。なんかちょっと対決してよ。か、はい、あやちゃん、あのあやじゃないよ。じゃあいきましょうか、第1回マーキュリー対マーキュリーぶりっ子対決。ぶりっ子じゃないんだけどな。さあどうぞ。ちょっと青いカツラかぶってないからちょっと本気出せるかどうか。初代からいきましょうか。はい、初代から、
かなり今ねドキドキしてると思うよ。いきなり振られると弱いな、やつは本当にね。一緒に一緒に、あ、じゃあ一緒にやろう。じゃあダブルで、はい、せーの。恥ずかしい、恥ずかしい、かわいい。ちょっと見ない間にできなくなっちゃったんだ。もうあやちゃんちょっとカツラかぶんないとね。ちょっとでも声とか似てません？うん、似てますよね。似てるね。なんかね、あとね、踊りも似てるんですよ。なんか、うん、なんていうの。ちょっと似てるの、2人。とても似てる。うん、でもね、あの彼女はね、面白いですよ。アドちゃんも面白い。アドちゃんも面白い。アドちゃんはおかしいんだ。いや、アドちゃんは本当にそのメイクで来られるとは怖いよね。この人本当一人目濃くて。でマリナはね、はい、もう可愛いですよね。ワンちゃんみたい。ワンちゃんなの。いや最初にねお写真を見させてもらった時に、あらこの子犬みたいだわって。犬みたいすごい可愛くて、ね、ピンクのももちゃんだっけ。ももちゃんって知ってます？あの、うん、なんだっけ、あの私はねチワワだと思ったの。えチワワ、私大好きなのチワワが。あら可愛いとか言ってね、おばさんっぽい。うさぎ覚悟はできてるよ。うさぎちゃん、私たちを愛して。あなたを愛しきれ、なんかたくさんみんなでやってたっていう印象がすごい。最後の方がね、最初は3人で、すごい難しいっていうか、私たち生き続けるから、あなたと愛し合えば、ね、あなたたちが本当にどっか行っちゃうんじゃないかって思いながらね、私はね精一杯歌ってたんですよ。でも私たちもそうだよね、アンザアンザチャカチラムのためにだもんね。だもんね。この歌はねやっぱね気持ちがこう入る歌ですよね。そうですね。一部でもね、一部でもありましたね、すごい流れ、あ懐かしいと思って。でもなんかね、みんなねやっぱこういう素敵な歌はね誰が歌ってもいいかなと思いましたね。それぞれのね良さがありますよね、はい、3人はね同じ年なんですよね。そうなんですよ。そうなんだ、はい、血液型はバラバラですけど。バラバラですね、はい、血液型はバラバラですけど。あそっか、うん、そうだよ。大型 AB 型 A 型、あ AB だったアドちゃんも AB で、分かり聞かされたもん、ね、僕も AB なんですけど。AB 普通日本の人口の中では少ない。ここは楽屋じゃないんで、お客さんいるんで。すみませんね。命綱がない状態でぶら下がってました。これ命綱なかったんですか。ないですよ。もう座り心地悪い。 U ポートでしたからね。 U ポート天井が高くて、いやこんなのお尻が出ちゃうんですよ。でもっちなんかもっと出るじゃない。もちづきさん後ろにひっくり返れないからってすごい心配してて、あの手がやっぱり必死ですよ。この曲すごいかっこよかったね。大好き。ドラクル最終章で、ヒルヒルサラリーマンを演じました富永君です。通勤電車は満員で疲れる場合で出てませんって。そんなヒルヒルサラリーマンっていないですか。役もないですね。いたヒル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 サラリーマン。何もしない何もしない。
いやあのね、あの最近あのオリジナルストーリーが結構終わって、あのオリジナルキャラクターがいっぱい敵でいるんですよ。で一番ねたくさん演じてるのはこの方です。そうなんです。だからなんだって話ですか。僕はヒルヒルサラリーマンやってくれるのかなと思ったら普通に返されました。そこがサラリーマンのねアドリブ聞かないとこなんだから。サラリーマンをなめんじゃねえ。それはサラリーマン金太郎だろ。お前いいからもう次行くから。バンザイバンザイ、東映バンザイ、八方テレビバンザイ、三者劇場バンザイ、ビジネスビジネス。やっぱ まだギャラを渡してないからあれですかね。いいんですかね。もうね本当にこいつとだけは絡みづらいんですよね。富永さんのコントも終わったとこで最後の質問コーナーです。いやあの寂しかったですね。ええ、非常に寂しくて、はい、もうただただそれだけでした。ええ、こう見えて和真さん本当に涙もらえたら本当泣き虫なんですよ。すぐ泣いちゃうんです。私はいっぱい千秋楽をやってきました。いろんな人が出たり入ったりしてる中でやっぱり一番千秋楽で感動したのはアンザの最後が印象的です。もうもらい泣きっていうんですか、もうダーって感じでしたね。はい、はい、です。はい、そうですね。私もやっぱり千秋楽何度かはありましたけれども、さっき流れていた最後の最後の千秋楽がすごい印象的で、もう何回見てもちょっと泣きそうになりそうです。あ、はい、じゃああや、本当に終わった時は感無量って感じです。もう終わった次の日あたりも結構余韻がずっと残ってたりとかして、あ、もしかしたらまだマーキュリーなのかもしれないっていう。ちょっとすごい寂しかったですね。はい、まあみんなと同じなんですけど、やっぱり公演が終わってカツラをね置いた瞬間に、なんか今までの5年間のことがガーって頭によぎっちゃって、はい、あ、本当にこれで終わるんだなっていう気持ちになっちゃって、なんか一人でしくしくまた泣いちゃったような気が、やっぱり、ね、あんだけね派手なねお衣装さんとねカツラかぶってると、自分が地味に見えてきちゃって、卒業してから、でもやっぱり今はねやっぱりすごい 大切な思い出の一つになってます ね、はい。この世のかけらが宇宙そのもの、誰かがその夢失えばそこから消え去る過去も未来も、そうでしょう、あなたは生まれながらに誇り水星の水星。
がでしたか？このイベントならではのメモリアルトークショーをご覧いただきました。私もゲストの方々と出演できてとっても嬉しかったです。素敵な歌でしたね。はい、続きましては皆さんお待ちかね、選手たちによりますセーラームーンベストソングスメドレーライブショーの始まりです。みんな用意はいいか？ファイヤー、ファイヤー言ってます。はい、それでは行きましょう。どうぞ。Yeah.